ラッカムの自画像、トランスポンティン・コックニー、アーサー・ラッカムは、イギリスの差し絵画家。典型的な中流家庭の産卵に生まれる。保険会社に勤務しつつ、差し絵画家を志した。特にメルヘンやファンタジーの差し絵で知られている。ラッカムは12人兄弟の一人として、ロンドンに生まれた。18歳から、ウェストミンスター火災保険会社に勤める傍らや学の美術学校に通い、 エイリ雑誌にスケッチを寄稿。1892年、25歳の時に勤めを辞し、総関時のウェストミンスターバジェット氏でイラストレーターとして活動を始める。1893年に初めて本の挿絵を手掛け、以後挿絵画家として生涯にわたり数多くの挿絵を制作した。1903年に肖像画家のイディス・スターキーと結婚し、1908年に かずめを設けた。1906年にミラノの国際美術展で金賞を獲得。1911年のバルセロナの国際美術展でも金賞を受賞。生前よりパリのルーブル美術館をはじめヨーロッパのほとんどの首都で彼の原画展が開催されている。ラッカムは1939年ガンによりリンプスフィールドの自宅で死去した。グリムドーア州。 ガリバー旅行記、リップ・バン・ウィンクル、ピーター・パン・イン、ケンジントン・ガーデンズ、不思議の国のアリスなどの児童向けの作品がよく知られており、特に、不思議の国のアリスは、ジョン・テニエルのものに次いで人気が高い。その他、真夏の夜の夢、ウンディーネや、エドガー・アーラン・ポーの作品集など大人向けのものも手がけている。ありがとうございます。